皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員数は19人で定数に達しております。これより本日の会議を開きます。これより日程に入り、日程第一、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において4番今井君、10番森下君の2人を指名いたします。日程第二、一般質問を行います。順番13、19番小西君、19番小西君。皆さん、おはようございます。一般質問最終日の初っ端から頑張っていきたいと思います。はい、緊張しています。はい、緊張しています。はい、それでは、議長のお許しをいただきましたので、通告に従い一般質問を始めさせていただきます。今回は、大きく3項目質問させていただきます。1項目目、橋本オムレツブランド化の成功に向けてということで、現在本市では地域資源を活用したオムレツの町として PR するとともに、食を通じた橋本ブランドの推進を行っております。ここで地域ブランドについて少し説明をさせていただきますと、地域ブランドとは町の特色の一つであり、その町固有の歴史や文化、産業、特産品、観光といった町の強み、さらには魅力などといった地域資源を使い、他の町との差別化を図る、またオリジナルを生かしながら町の輝きを競い合い、情報発信をしていくことだと考え、そのことが町の誇りとなり、市民の方々はもちろんのこと、市長の公約でもある橋本市を全国にと、全国の方々にも愛されると考えております。すなわち地域ブランドイコール町の宝とも言えるのではないでしょうか。だとするならば、私たち橋本市民が我が町の宝に気づくことが大切だと思います。そのきっかけとして、橋本オムレツをブランド化することは最高の舞台であると私は考えております。その手段の一つとして、市民を巻き込んだオムレツコンテストはブランド化に向けて最重要であると私は考えております。そこでお伺いいたします。オムレツコンテスト開催の計画、またコンテストのゴール、目的についてお答えください。続きまして2項目目、区長の行政事務委託の負担について質問いたします。橋本市には109の自治会、すなわち区があり、それぞれ区長がおられます。先日ある区長さんと話をする機会があり、区長の仕事内容についてお聞きしました。そこで改めて気づいたことがあり、それは橋本市にとって区長という存在はとても大きく重要な仕事を担っていただいているということ、区長の仕事量がとても多いということであります。この場をお借りして、すべての区長に敬意を表したいと心から思っております。他にも数名区長さんとお話しする機会があり、今後区長の担い手不足も考えられ、長年区長を続けておられるともお聞きしました。そのような問題を受けて、区長の仕事量を見直す必要があると考え質問いたします。今現在、把握されている区長の行政事務委託内容をお教えください。3項目目、防災対策についてお聞きいたします。去る平成28年4月14日に発生した熊本地震により、多くの犠牲者が出ました。亡くなられた方々にご冥福をお祈りするとともに、いまだ避難生活されている方々が、一日も早く安心して元の生活に戻れることを願っております。熊本地震のことで、新聞やテレビなどで避難している方々に対してのインタビューを聞き、改めて備蓄などの重要性を再確認させられました。本市でも備蓄計画の見直しはもちろんのこと、現在の備蓄についてお伺いいたします。現在の飲料水の備蓄量をお答えください。次に、市民に対する備蓄内容、
周知内容をお答えください。以上、弾道、こちらからの質問を終わります。19番小西君の質問項目1、橋本オムレツブランド化成功に向けてに対する答弁を求めます。経済推進部長。おはようございます。橋本オムレツコンテストの開催等についてお答えします。まず橋本オムレツコンテストの開催計画については、平成28年2月に設立した和歌山橋本オムレツ推進協議会において内容を具体化することになっています。協議会では橋本市ならではの食文化の創造発信を通じて、行政と市内飲食店、農業生産者等が一体となってオムレツという一つの料理をテーマにして、本市産業の活性化につなげていくことを目的に取り組んでいます。来月開かれる協議会において事務局が提案を予定しているコンテストの開催内容ですが、まず市内で生産された食材を使用した独自性のあるオムレツレシピを一般公募し、応募者の書類審査後コンテスト進出者を選出します。コンテストの当日は実際に調理していただき、審査員の試食等によりグランプリを決定します。開催時期は本市で行われるイベントに合わせて実施を予定しており、現在調整中となっております。次にコンテストの目的ゴールについてですが、橋本オムレツが現在の飲食店での取り組みだけではなく、コンテスト開催により家庭料理として一般家庭にも広がることで、一人でも多くの市民の方が地元食材等に誇りや愛着を持ち、市外県外の方々に紹介いただけるよう取り組んでいきます。さらに橋本オムレツを広めることにより本市へ観光客を呼び込み、飲食店の売り上げを向上させるとともに、飲食店が食材である卵や農産物などを市内の農家から調達することで、農家の生産意欲を醸成させ、地域経済の活性化に貢献できる一つの取り組みとなることを最終目標としています。そのための第一歩としてコンテストを開催し、出されたアイデアをオムレツ特集集として編集し、さまざまな機会に本市地場産品を PR できる素材として発信していきたいと考えています。19番小西君、最終もありますか。19番小西君。はい、答弁ありがとうございます。まあ、基本的なところで、市民の方を巻き込んで全国へ向けて発信をしていくんだとって言ったところに対しては、本当に全く同じ思いであるかなっていうのは再確認させていただけたと思います。で、ちょっと実は質問自分の中では準備してなかった分があったんですけど、昨日の5番議員の質問でちょっと1点だけ気になることがあったんで、先にまずお聞きさせていただきたいなと思いますのが、橋本オムレツ、まあ、事業者さんにいっぱい作っていただいている、でその卵に関して橋本の卵は使わなくていいっていうふうな多分答弁だったと思うんですけど、それはもうちょっともう一回そう確認だけさせていただきたいと思います。経済推進部長。決して橋本の卵を使わなくていいというようなそういう気持ちは持っておりません。私どもの思いはオムレツの材料すべて橋本市産の卵や他の農産物で仕上げていただきたいという、そういうふうに考えております。ただその、まあ、参加していただける状況をできるだけハードルを下げていくために、まあ、卵も実は他の産地のものを使っておるところもあるわけなんですが、そういう店舗にも参加していただけるために何かそのオムレツに入れる
一つの産品を橋本資産であること、これが最低限のこの橋本オムレツにする条件とさせていただいております。しかしあくまでも最終的にはすべての食材を橋本資産で仕上げていただきたい、これが私どもの望みでございます。19番小西君。はい、ありがとうございます。市民の方が、とりあえずオムレツに親しみを持ちやすくというんですか、そのきっかけとして特別縛ってはないんだっていうふうな答弁だったと思うんですけども、そこはすごく僕も分かります、分かるんですけど、本気で橋本をやっぱり全国に売っていきたいっていうなってくると、やっぱりどうしても橋本の卵を地場産品、オムレツっていうことですから、やっぱり使っていただく方が僕は縁かなと個人的には思ってますので、また協議会を通じてその点は一回考えていただけたらなと思っています。で、ちょっとオムレツコンテストについてちょっともうちょっと具体的にお聞きさせていただきたいなと思います。一般の方にオムレツを持ってきていただいて、コンテストをするっていうお話をお聞きしましたけども、なんかその規模であったり、なんていうんですかね、年何回開催するとか、もうちょっと具体的にもし計画等があれば お答えいただけますでしょうか。経済推進部長。壇上でも答弁させていただいたんですが、できるだけその最終的にはやっぱり市外県外へ発信していくということが大事なんですが、それまでに市民の方にこの取り組みを認知していただく、そのオムレツに関して橋本の店舗であったり食材であったり、そういうものに誇りを持って、市外県外の方に知らしめていただける、そういう雰囲気作りが大事だと思っております。そういう意味でこのオムレツコンテストをしていくわけなんですが、内容につきましては今年度に限っては1回というふうに考えております。事前にオムレツメニューの、いわゆるレシピで、募集させていただきまして、でそのレシピを、専門家を交えて審査いただいて、その中からこれはいけると思うようなメニューをですね、できればマッセイベントであったり、場合によってはそれまでに実際調理していただいて、そこで審査させていただいて、グランプリを決めていきます。そのグランプリ優勝された方に関しては、このマッセイベントで表彰したいなって思っております。具体的にどういう方に声かけしようかということで、当然市民の方全般候補なんか通じて、公募していくわけなんですが、それ以外に市内の加工グループに声かけさせていただいたり、もちろん店舗ですね、こういったところにもプロアマ問わず声かけさせていただこうと思っております。19番小西君。はい、ありがとうございます。でですね、部長いっぱいたくさん考えていただいているようで、僕は正直嬉しいんですけど、で、そこでほんまに方向性としては部長さんが得られることと全く一緒の中で、やっぱり今回重要になってくるってことは、そのコンテストの企画でいかに市民を巻き込むかがまず一つで、それとともに全国に強く発信していくっていうのがもう一つ、やっぱり重要になってくるかなと考えてます。で、その1回目のですから、今回1回目っていうのが僕の考えとしては非常に重要であるっていうことを思っているんで、今回一般質問にも挙げさせていただいているんですけど、他市 の地域ブランド成功例とかいろいろ調べさせていただく中で、ここ取り組んだらええかなみたいな、ここも今の橋本市のやろうとしていることにプラスしていくとさらにいいよなって思うことがあったんで、ちょっと何点かお話しさせていただきたいなと思うんですけども、そこの企画ではブランド化の8原則っていうのを歌ってて、8個全部言い出すとまたあれなんですけど、その中で僕の中で2つ大きく気になることがありました。でその中には1つ、風を起こせる人がそのものの素晴らしさに注目し、それを発信する仕組みがある。で要するにどういうことかというと、全国的に知名度がある人が関わる。でその人が橋本のオムレツを発信することで、
やっぱり一般の人が発信するのとは全然力が違って、ね、そんな全国的に有名な人が発信することで同じ言葉を言ってても何十倍にも発信力が増していく。だまあ要するに著名人や有名人であったりで、まあ、例えばで言うたらオムレツ大使みたいのでもいいと思うんですけど、やっぱり本気で全国へ発信していこうと思うと、そういった使い方っていうんですかね、通路もやっぱり必要になってくるんではないか、風を起こす人が必要ではないかっていうのが1点で、もう一つは全国的に注目を集めるブランド関連イベントの定期的な開催っていうのも書いてあったんです。やっぱりその方向性思いがあってオール橋本で一致団結して進んでいったとしても、やっぱりその1年や2年ぐらいで簡単に地域ブランドが確立できるならそんな楽なことはないかなと思うんで、やっぱり定期的にしていくってことがすごく大事だと思うんです。で、今他5万議員の答弁でもお聞きしたようにグルナビさんを使っている、で数々のテレビにも今多く取り上げていただいているっていう、本当に今発信するいいツールを頑張って使っていただいているので、これをこのオムレツのコンテストも含めてこの1回だけじゃなくて必ず全国に向けて発信していくんだっていうイベントをやっぱり定期的に開催していく、年1回やったら年1回で必ず発信していく、やっぱりこの2つがさらに今取り組んでいただいていることにプラスできればさらに良くなるかな、さらに成功につながっていくんかなと僕は感じているんですけども、その点部長お考えをお聞かせください。経済推進部長。全く同意見だと思います。先だったからメディア戦略で必ずのですね、新聞であったり、テレビ番組であったり、情報誌であったり掲載されたことによりまして、もうすでに橋本オムレツ登録していただいておる店舗からは一気にお客さんが実は増えたんです。この真田丸効果もあって、真田のミュージアムに来られてどこかで食事したいなって思った時に、まあ携帯のネットでヒットさせたら、あ、こういうもんやってるんやなっていうのが分かって、たまたまそこへ行きました。だそれがだんだん口コミで広がっていって、最近非常にお客さん増えてますって、そういう喜ばれておる店舗の声も実は聞かせていただいております。引き続いてこのメディア戦略はやっていこうと思ってます。本当に全国版の例えばテレビ朝日の朝の情報番組だって出た時にはあちこち その店舗に対していろいろ問い合わせがあったようです。その市内だけとか県内だけにかかわらず、他の放送局で取り上げていただいて、することがこの遠いところからの集客につながってくると思いますので、私とこはこのオムレツの事業っていうのは橋本市の経済活性化の一つのツールとして考えております。これで全て何かをやっていこうっていうことは実はそこまでは考えてないです。というのは必ずどっかでやっぱりこのオムレツだけで進めておくとダメになってしまう、そういった時期も来るんで、これを基本にして話題性の少ない観光体験メニューの一つとしてこの店舗支援を初めてさせていただくことになりました。そういうとこから引き続いてそういったイベントであったりメディア戦略をしていくんですが、一番大事なことは一発大きな花火を上げてメディア戦略をしっかりやって受け入れできてる整備が受け入れる整備ができていないとかえってマイナス効果に働いてしまう、悪い口コミがどんどん広がっていくということが一番、危惧するところですので、その辺については参加される店舗の方にですね、十分意識してもらって店舗に来ていただいたときには当然オムレツは美味しい、それ以外のものも美味しい、そういう口コミがどんどん広がっていくような店舗となっていただきたいということをしっかりお伝えしていきたいと思います。ですからそのイベントメディア戦略、それに合わせて受け入れの環境整備、そういったところも並行して進めていきたいと思っております。19番小西君。はい、ありがとうございます。で、そこでちょっと再質問させていただきたいんですけど、その受け入れの体制は行政が事業者さんに
何か手を差し伸べていくことを考えているのか、事業者さんが主体的になって受け入れを整えていっていただきたいと思っているのか、その点もう一回お聞かせください。経済推進部長。当然最終的には店舗の自助努力、これなしではなかなか継続していくことは難しいと思います。ただきっかけ作りとして関わっていただくために若干の行政の支援も考えております。例えば今ぐるなびに情報サイトをとして掲載していくのに月1万円いるわけなんですが、そのうちの2分の1、5000円を6ヶ月にわたって、負担市の方が、補助させていただく、これを頑張れ橋本応援補助金の中で取り組んでいくことをすでにもう実施しています。これはホームページでももう掲示させていただいておりますし、各店舗にもお伝えさせていただいております。これで、一つはその一つの支援になろうかと思っています。でそれに合わせてこのメニュー PR していったり、どこかイベントに出かけていって、販売促進するような時にもですね、これについても若干の補助金支援をさせていただこうと思っています。それぞれ上限額がありますし期限があるんですが、そういった、いわゆるその具体的な補助金支援という形で一つ目は考えています。でそれと市のホームページ、実は昨日昼からですね、市のホームページが公開されました。トップページ見ていただくと一番トップのバナーに橋本オムレツが出てきます。でそれを開いていただきますと、それぞれの店舗の場所であったり、内容、メニューの内容で連絡先で地図までできるようになっています。これはぐるなびに登録しておろうがおろまいが、全ての事業者17社に対して、公開させていただいております。でそれと合わせてぐるなびに、と提携されている方についてはリンクできるようにさせていただいています。ここのぐるなびの部分についてはさらに他のメニューについても お知らせできるような、そういった非常に、濃厚なそのサイトとなっておりますので、また一度ご覧いただきたいと思います。それと、橋本オムレツ店として認定された彼にはその店が橋本認定店ですよということを明らかにするその認定証を交付したいと思っています。ただの認定証ではなくして、今考えているのはクリスタルの卵を、20センチぐらいの大きなクリスタル卵を作って橋本認定に書いて、それを各店舗にお渡ししたいなと思っています。あと当然販売促進の支援、メディアやイベントを通じて先ほどお話しさせていただいた PR の支援もさせていただきますし、それと、他の地場産品とのいわゆる複合性ですね、そういったことにも仲介させていただいて支援させてもらおうと思っています。例えばマッシュルームであったりハタゴンボであったり、そういう素材を使ったオムレツを作るにあたって、そういう業者さんとの仲介も行政がしっかり支援していきたいと思っています。そういうことでできるだけたくさんの方に関わっていただきたいと思っております。19番彼氏君。はい、ありがとうございます。で、ほんまにたくさん考えていただいていると思うんです。で、事業者さんが少なからず、もう今でも昨日の5万議員の答弁でもかなりの数の方が参加していただいていると思います。で、さっきの話からいきますと、その、受け入れの話ですよね。ですから今ちょっとお聞きしたのはすごくいい取り組みなんですけど、それはきっかけ論であって、そこから事業者さんがいかに本気を持って主体的になって動いていていただくかっていうのは、また今の議論とはちょっと僕は違うかなって感じてしまうんです。だからとりあえず取り扱うよって、うちの店とりあえず一回やってみろっていう論点としたら、その施策でその補助金とかもたくさん出していただいているって、非常にいいことだなと思うんですけど、それと事業者さんがやっぱり主体的になって、あ、これで橋本を本気で全国発信していくんだ、で我々も儲けるんだ、橋本氏のために力を出していくんだっていう考えると、やっぱりもう一つ二つもそういう取り組みって必要かなって。でそこの部分で先ほどお話しさせていただいたように、ほんまに全国をに発信するような、先例えで言うとオムレツ大使であったりとかって、もっとこれ乗らなきゃ損だよって、やっぱり事業者さんが
この波に乗っていかなきゃって本気で思ってしまうようなまずは取り組みもまた部長考えていただいているとは思うんですけども、また一緒になって考えていっていただけたらなと思ってますんで、どうかまたお願いいたします。で次にコンテストの内容なんです。でもうほんまにほとんど方向性は一緒で、グランプリを決めるんだと。ほんで一般の方にも入ってきてもらうって、で事業者さんにもやっていただく。ほんでマッセのイベントも確かにいい表彰するっていうのはいいと思うんです。でなんか僕もその辺そんな考えるの結構好きなので、その日のコンテストどんなんが楽しいやろなみたいな、ずっと夜寝る時とか考えてるんですけども、やっぱり事業者さんにも来ていただきたい、で一般の方にもやっぱり親しみを持ってもらうっていう意味ではコンテストに出展していただきたい。では、まあ、例えで言うと市民部門と事業者部門を分けて、でもちろん審査員にその著名人の方、オムレツ大使、まあ、いてると想定しましょう。やったら審査員にももちろん来ていただく。で美味しいの一言でもやっぱりそういう方がいてると全然発信力も違いますよね。で出展する側としても全然こう重きも変わってくるわけですよ、思いの部分っていうのも。でもちろん市長にも審査員にはなっていただこうと、僕はそれはもう絶対思ってるんですけども。でそっからね、でグランプリしました、マッセで表彰しました、それも非常にいいことです。ですけど事業者所として一般の方としてどんだけまたメリットがあるんだろうっていうところもやっぱり考えていかなくちゃいけない。ですから一般市民の方が、まあ、仮に一生懸命作って考えて出してグランプリ取りましたってなると、事業者さんいっぱい協力いただいてるんですから、ちょっとメニューは変わったとしても商品化まで持っていくんだと、そこまで付加価値をつけると。で事業者さんであったら、この6月号の広報でもあんだけ大々的にオムレツを PR してもうたんですから、これは橋本市グランプリの中で1位取りましたみたいな広報も市としてこう後ろから支えていくっていうんですかね。だから先頭に立ちたいんか後ろからフォローさせていきたいんか、事業者を前に出したいんかっていうところがやっぱり重要なになってくるところなので、まだやっぱりちょっとその辺の順序っていうのが、まあ、今後協議会でも決めていかなあかんところだと思うんですけども、そういうふうにしていくことで積極的に取り組んで、でまた大使が仮におったとしたら、それがまだ全国他府県にも発信していける、まあ、そんな取り組みをしていった方が、まあ、一案としてですけどいいかなと僕は本気で考えているわけです。もう一回聞いておきましょうか。部長どうですか。経済推進部長。コンテストの審査員に料理評論家であったり著名な料理人を呼んでくることについては現在検討しております。実は国で若町元気プロジェクトで県と市が一緒になって取り組んだ時にもですね、有名な著名な料理評論家の方が来ていただきました。で、まあ、それがちょっと SNS で発信されて話題にもなったんですけど、まあ、そういうメディア戦略っていうのも非常に大事かなと思ってます。でそれとあくまでも私ところはその事業者店舗がやっぱり全面主体性最終的に持っていただきたい、そこを頑張るところ店舗に対してはしっかり支援していきますけど、もう結構ですって言われるところに対してですね、無理やり引っ張っていくっていうそういう姿勢はありません。頑張る人がしっかりその橋本市活性化のために、でそれによって全体の相乗効果が上がっていって観光客が増えて農業生産者のが潤って、いろんな観光、事業者のそういった売り上げも上がってきてって、そういうことの全体的な循環の相乗効果が大事だと思ってますんで、全ての人に公平な行政であるがためにやっておったことが今まで若干全て成功難しかった部分やと思ってますので、ある程度ここの部分については特化していきたいなと思ってます。市長。はい、おはようございます。小西議員の質問にお答えをします。まあ、オムレツの町っていうのは一つの地域活性化の戦略として私は位置づけてます。だからいつまでもそのオムレツを作っていただいている業者さんのフォローばっかりはしない、いや これはやっぱりその業界で自主独立をしてもらわんとダメなんですよ。
で発信については行政としても協力をするし、なぜグルナビと組んだかっていうと、まあ、この経緯は前にも私のたまたま娘の同級生がグルナビにおったっていう話から始まってますけども、その中でグルナビを使うことによるメリットがあるわけですよ。もちろん有名料理家もその中にいてるんで来てくれっていう話をしたらグルナビは派遣してくれるんで、まあコンテストはそれでそれでええと思うんですけど、ただ、私どもとしてもオムレツばっかりやっとるわけにいかんです。これは一つの手段であって、あくまで民間事業者が儲けてほしいというお金を落とす仕組みを僕は作っていきたいっていうふうに思ってるんで、これから先は逆に、まあ、市民の、まあ、先日ももっと市民に浸透していないやないかっていうような話ありましたけど、まず発信をして始めることの方が僕は大事だなと思ってるんですよ。でそこである程度の形ができてきたら、橋本氏としてはもうこれ以上はしませんよと、皆さんで頑張ってくださいよ、ただ、側面からの支援をしますよというふうに考えてます。先日も、仕出し屋さんに出会った時、今度うちら何してくれんのよっていうふうなことが今言われてるんで、今ちょっと考えてることがあって、ここで言うとまたあとまた皆さんの食いつかれたら逆に、遅くなるんですよ。もう私ね、協議会立ち上げて3回会議したのがまず気に入らんのですよ。ほんでオンライン会議ばっかりして何の意味があるのかっていう職員に怒ったんですけども、そうじゃなくてやはりやろうと思ったらすぐ動けっていうのが経済を進める上では大変なことな、大切なことなんですよ。そこで止まってたら何も動かんので、次何をしようかなって今ちょっと、考えてるところなんですけど、まあそういうふうに、こういう仕掛けオムレツということを仕掛けをすることによって、こういった他の事業者さんがうちも何かやってよって言われた時に、また何かの方法を当然考えるのは大変なんですけども、何かこう考えていこうかというふうに、要は私の経済対策っていうのは企業誘致と商工業の発展と農業の振興なんですよ。これが地域の経済にとって欠かせない問題なんで、やっていくと。でこれをすることで農業、地元の農業の産品を買ってくれたら非常に嬉しいことですし、先ほど言われたように地元の卵を使えよっていうような、逆にガチガチに固めてしもったら、やっぱり卵って独自のルートで仕入れてる飲食店さんも多いんで、そのうちにだんだんこう橋本の卵を使っていただいたり、まあ玉ねぎとかマッシュルームは橋本さんにしてよ、そういうぐらいの本当に簡単な形で、それを発展的に橋本の卵を使ってよっていうふうにしていったらええと思うんですよ。最初からガチガチに縛ってうまいこといくわけないんで、参加しやすい環境づくりっていうのも、まあ、作っていかなあかんということだと思ってます。ただ小西議員の言うことは本当にコンテストを利用して全国を発信するっていうのは大事なことでありますし、これをいかにメディア戦略に乗せていくかっていうことを考えていけばええ、もちろんそうだと思うんですけども、ただどっかでやっぱり切り離していかんと、いつまでも行政に甘えられても困りますんで、まあ、その中で、私どもとしてもオムレツがある程度の形できたら、その途中のどこかで仕出し屋さんに言われたんで、私も何かこの方法はっていう頭の中にはもうあるんです、決めてあるんですけども、これをやってくれるかどうかっていう話をまた、経済推進部と話をしながら進めていきたいとも思ってますんで、もっともっと、市内の事業者さんがやる気を出してこんなんやってほしいよって言うてく、もらえる環境づくりっていうことを進めていく上の一つの手段だと思っておいていただければなと、しばらくはオムレツで頑張りますけども、はい、よろしくお願いします。19番、小西君。はい、ありがとうございます。やっぱり言うてること一緒なんです。思ってることも一緒なんですけど、僕伝え方がちょっとあれやったんかな。で、まあフォローしていくのも、やっぱりどっかで切り離さなあかん、主体的に事業者さんが動いてもらわなあかんっていう中で、
本気で乗りやすい船だけ初めだけ出してやらんといかんやろなっていうところだけが、まあ、師匠の本当に方向性一緒かなと思いますんで、まだ他にもちょっとあったんですけど、ちょっとこの辺はまた後日ということで、ちょっとまあまだ時間があれなんで、はい、一項目目、終わりたいと思います。まあ、本当にね、この地域の商業が発展していくために全力を持って市当局と一緒に進めていきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。次に質問項目に区長の行政事務委託の負担に対する答弁を求めます。総務長。区長、自治会長にお願いしている行政事務委託内容についてお答えします。市から区自治会に行政事務を委託するにあたっては、市と区自治会との間で委託契約を結んでいます。委託内容は行政事務処理に必要な業務に関すること、行政文書および書士の配布回覧に関すること、その他経緯な調査および報告に関することとなっています。区自治会に委託している内容で一番分かりやすいのは広報等の配布と回覧です。その他にも緑の募金や赤い羽の募金等の依頼と取りまとめ、民生委員、児童委員や人権啓発推進委員会委員など、さまざまな委員の区自治会推薦、講演会やワークショップへの区自治会の皆さんの参加要請などもあります。昨年度においては月1回開催の区長理事会で議題に上った件数だけでも64の項目がありました。それ以外でも地区内で行う工事等の説明を聞いていただいたり、地区公民館等の運営委員を推薦していただくなど、担当課から直接該当する区自治会へお願いしているものもこともあります。このように市から各区自治会への委託内容は非常に多岐にわたっています。委託の内容については、行政事務を円滑かつ効率的に進めるために、行政情報の伝達や住民の要望等を区自治会を通して市へ伝えていただくためのものであると考えています。19番小西君、再質問ありますか。19番小西君。はい、ありがとうございます。やっぱり今聞く中でもかなりやっぱり多いかなってやっぱ思ってしまってるんですけど、この仕事量について多いか少ないかっていうちょっと聞き方あれですけど、行政はどのようにお考えでしょうか。はい、お願いします。総務長。先ほど答弁いたしました通り、多岐にわたる依頼推薦を、まあ、お願いしておりまして、区長自治会長さんには大変お世話になっております。この場をお借りいたしまして厚くお礼申し上げます。19万小西君、ありがとうございます。で先ほど、まあ、あんま繰り返しになるんですけど、この担い手不足の問題とかもう起こってるんかなって、もう10年やらされたんだ、やらされて、すいません言い方ちょっとあれですけど、担い手おれへんくてな、非常に苦労したんだって、10年もやらしてもうたんだっていうふうなお声を、10年ぐらいですけど聞いたお声もあったんですけど、その担い手の問題とか今後また考えていかなかなあかんなと思ってるんですけど、その点はちょっともう一回重ねてっていうのをお聞きいたします。総務長。確かに仕事量も多く、そのような状況も市として把握しておるところでございます。19万小西君、ありがとうございます。そしたらもうちょっと時間もあれなんで、言いたいこともパンと言わせていただくんですけど、これ、まあ、例えばの話ですけど、先ほどあったように候補の配布もう本当にこれ自治会がしなければいけないのか、まあ、他市では民間の業者にポスティングお願いしてたり、ある町ではシルバーさんにお願いしてたり、
でやっぱり民間にでき、まあ、民間って、まあ、区長さんもまあ民間じゃ民間ですけどにやっぱりできることはやっぱりそういうふうに見直していくことが必要なんかなと思うんです。そっち自治会以外でできることができることで必要なんかなと思うんですけども、まあ、広報っていうのは例えでお話しさせていただいた、いただきましたけどもその点どういうふうにお考えでしょうか。お願いいたします。総務長。民間に任せられるものは、まあ、任せるなどこの点につきましては区や自治会等との関係もございますし区長連合会の意向もございますのが市としては区自治会の組織は行政からの情報伝達地域からに意見や要望を取りまとめのための重要な組織と考えております。まあ、全て民間に任せられるかどうかというのは考えられないんですけれども、まあ、精査することが可能かどうか区長連合会と連携を深めながらこれについて協議をしてまいりたいと考えております。琉球満彼氏君。はい、ありがとうございます。やっぱり橋本市において区長さんの仕事で本当に非常に重要なことをしていただいているのでもう俺へんのやってなってもらって困ると思うんです。いろいろたくさん助けていただいてですのでまあ、広報配布のように、まあ、言い方ですけど誰でもできる仕事はしっかりと違ったやり方っていうんですかねそういうふうに見直しをしていっていただきますように、まあ、改めて要望させていただきましてこの2項目目終わりたいと思います。次に質問項目3防災対策に対する答弁を求めます。いいか、二冠。まず1点目の飲料水の備蓄量についてお答えします。本市の地域防災計画において想定している地震として中央行動線断層帯の活動による地震南海トラフ巨大地震および東海東南海南海三連動地震の3つの地震があります。この中で発生確率が最も高いとされているのが東海東南海南海三連動地震であり今後30年以内の発生確率が 70% と言われています。この地震が発生すれば本市の一部の地域では最大震度6弱の揺れが予測されているため本市ではこの地震による被害想定に基づき飲料水等の備蓄対策に取り組んでいるところです。平成26年度に和歌山県から示された東海東南海南海三連動地震についての被害想定では本市において避難所へ避難する方が最大2800人、帰宅困難者が1万500人と予測されており、大宅避難者も含めますと、飲料水の供給が必要となる方は約1万4000人としています。現在のところ、この想定に基づき、飲料水の備蓄を計画的に進めており、大人1人当たり1日に飲料水3リットルが必要と言われていることから、1万4000人の1日分として4万2000リットルの備蓄を目標としています。そのため毎年本市の水道水を利用し500ミリリッターのペットボトルにボトリングした橋本の水1万本を作成するとともに10年間保存できる備蓄用飲料水 1.5 リットルのペットボトル1800本を購入し平成36年度末には目標である4万2000リットルに到達する計画となっており、現在までに約1万6000リットルの飲料水を整備済みです。しかしながら、今年4月に発生した平成28年熊本地震を受け、本市においても中央行動線断層帯が横断していることから、避難者の想定数をはじめ早急な見直しが必要と考え、飲料水を含めたすべての備蓄計画の見直しについても
現在取り組みを始めたところです。次に市民に対する備蓄周知内容についてお答えします。本市では市民の皆様に家庭の状況に適合した非常持ち出し品と備蓄品を準備していただくよう啓発活動を行っています。非常持ち出し品とは、災害発生時に避難のため自宅を離れる際に持ち出す物品のことで、非常食や水、携帯ラジオ、懐中電灯、ヘルメット等を指します。また備蓄品とは、災害によりライフラインの停止や食料品、生活用品が入手困難となった場合に備え自宅に保管しておく物品のことであり、水や食料に加え卓上コンロや簡易トイレ等が挙げられます。市民の皆様に対する周知の方法としては、防災ハンドブック保存版を作成し、平成26年4月に電子配布したほか、毎年広報誌の6月号と9月号で防災特集の記事の中に記載するとともに、市のホームページや FM 橋本の番組を利用した周知も行っています。また地域の防災訓練における防災講話でも職員が啓発を行っています。非常持ち出し品や備蓄品を備えておくことは、災害時に自分の身を自分で守る自助の一環として重要な取り組みであり、今後も市民の皆様に周知活動を行ってまいります。19番小西君、再質問ありますか。19番小西君。はい、ありがとうございます。で、その備蓄計画っていうんですかね、避難者の想定を また市長の命令で見直しをしていっていただくということですので、いや本当にそこの想定がずれてしまうと、やっぱり1日1人3リットルやなんやって言ったところでもう何の意味もないので、またきちんと見直しをしていっていただきたいなと思います。ですね、今回、熊本地震でまた東北や阪神・淡路大震災、いろんな震災が日本であったわけですけども、でやっぱりいろいろ考えるわけです。橋本氏としてするべきこと何なのかとか、でもやっぱり支援はもちろんのことなんですけども、本来橋本氏としてやるべきことは、やっぱりしなければいけないことはって考えていくと、橋本市民をまた守っていかなくちゃいけないんだと、市として市民のために何ができるのかということを我々はまた考えさせるようなきっかけであったのかなと僕は考えてました。でやっぱりその備蓄のこととかもいろいろ考えたことがあったんですけども、で実際、こんな言い方あれかもしれませんけど、このさまざまな震災を通して我々は教訓にしていかんといかん、学んでいかんといかんということがやっぱり多々あると思うんです。ってなった時に、今避難されている方々の声っていうのは非常に重要といいますか、なってくると思うんですけども、そこでちょっと認識をお聞きしたいなと思うんですけど、その避難されている方々の中で何に一番困られているのか、このことが本当に非常に困ったって、それがもし1位、2位、3位とか順位付けで分かれば、認識あれば一度お答えください。危機管理官。今回の熊本地震で連日のように新聞報道がされておりました。でその中に、私の位置は読売新聞なんですけども、困ったことのベスト3としてですね、十分な睡眠が取れなかった、それが避難所生活ですのでプライバシーがなかなか取れない、それから風呂ですとかトイレが不足している生活用水の不足という点が挙げられていました。それからちょっと調べてみますと、阪神・淡路大震災で、西宮市の方で市民意識調査っていうのを行っております。その結果を見ますと、一番に生活用水の確保が大変だったと、それから電気がつながらない大変さ、それから飲料水ですとか食料の確保の難しさが
大きく、困った点として挙げられておりました。琉球版、小西君。はい、ありがとうございます。そうなんです、僕もちょっと調べさせていただいたら、ほんまに現地の方にいろいろ聞いてみたり、今 SNS ですぐ通じますから聞いてみたら、やっぱり生活用水の確保に非常に困ったと。で、今おっしゃっていただいたように、トイレであるとかお風呂であるとか避難してからそこでかなり困ったっていうふうに聞きました。で、やっぱりその辺を対策していかなあかんのかなって非常に感じたわけですけども、先ほど僕が聞かせていただいたのは飲料水の備蓄でした。で、本市として備蓄計画で確か生活用水は生活用水で基準はあったと思うんですけど、実際その進捗状況というか、実際現状今どうなっているのか、生活用水に対してもしお分かりというか、お聞かせください。非管理官。はい、現状はですね、やはりまず市民の命を守るということを第一義的に考えておりますので、食料、飲料水をまず確保するということで取り組んでおります。で、実際のところ、生活用水についてはですね、1日15リッター程度の水が必要、1人当たりっていうふうに言われておりますけれども、今、生活用水として、水を市の方でですね、確保しているという状況ではございません。で、例えばその避難所にもいろいろあるわけですけれども、その大部分が小学校、中学校、学校施設であります。で、生活用水の確保というわけではございませんが、学校にはプールがあって、夏以外でも水が張ってある。それからほとんどの学校、受水槽があって、硬化水槽があります。で、受水槽には10リューベですか、から30リューベぐらいの水が上張っておりますし、硬化水槽にも10リューベあたりぐらいの水が溜まっておる状況で、万が一断水等が発生すればですね、まずその水は使えるのではないかなというふうには考えております。琉球版、小西君。はい、ありがとうございます。で、なんかいっぱい聞きたいことあるんですけど、時間もあれなんで、もう一括して聞いていこうかなと思うんですけど、おっしゃっていただいている通り、生活用水も確かに困った、重要だ、だけれども、まずは命だから飲料水の確保だって、もう本当にその通りだと思います。で、ちょっとお聞きしたいのは、その500ミリリットルのペットボトルが3年水ということで備蓄をされとると、ってことでよろしいですね。500ミリのペットボトル、飲料水は備蓄されとるってことですよね。で、3年水が500ミリで 1.5 リットルのペットボトルに入った10年水っていうのをまだ備蓄していただいているというふうにさっき多分答弁で聞いたと思います。で、3年水は3年水ですから、やっぱり消費期限は3年ですね。で、10年水は10年水で、消費期限はやっぱり10年なわけですよ。で、毎年確か1万本ぐらい購入しては1万本ぐらい廃棄というかしていただいていると聞いてます。で、その廃棄の仕方としては、地区の防災訓練に使っていただいたり、で、もうほんまギリギリもうどないしようもない廃棄所先がないってなったら庁舎内で、ね、もう飲んだりっていうふうに使われているかなと思うんですけども、それって消費期限切れたらですよ、生活用水、トイレであったり風呂、シャワー、手洗い、そのまま使えないんかなってっていうのが単純に思うわけですよ。毎年1万本廃棄する。で、今の備蓄計画で言うたら、平成38年に今の現在の備蓄計画の量に達すると。じゃあ、平成38年まで毎年1万本ずつ廃棄していくわけですよ。で、10年、10万本でいいんですかね。リッターで言ったらちょっと数字分かりませんけども、確かに防災訓練とか使っていただくのは非常にいいんですけど、こう優先順位をつけていくと、どう考えても僕としたらその水をそのままボトリングしてもうとんですから、備蓄としては非常にしやすいなと思うんですけども、その点どうですか。備蓄していく方がそのまま言うたらこうとるもんですよ、市民の税金で。その方がええかなと思うんですけども、はい、一度ちょっと見解をお聞かせください。危機管理官。はい、今お聞きをしまして、それも一つの
案であるというふうには思います。今までそういった私が知る範囲では発想はあまりなかったのかなというふうなことも思いますので、そういったことも含めて、まあ、生活用水の確保ができるのかというところは今回の見直しの中では考えさせていただきたいなというふうに思っております。19番金石君。はい、ありがとうございます。まあ、確かに置き場所であったりとか飲料水との見間違いと、その点というのは対策が必要になってくると思うんですけども、やっぱり確かあれ1本108円ほどで毎年1万本買うてて、やっぱり税金でこうして持っているやつなんで、できる限り有効的に使っていくにはそれ生活用水がいいかなと思ったんで、また見直していただくということなんで、またしていただけたらなと思います。っていう中でもう一点気になるのがやっぱり生活用水、困ったとは言うけども、飲料水でやっぱり先頭がいくっていうのがそうだと思うんです。で1個、小項目2つ目もまた関連してくる話にはなるんですけども、ちょっと待ってくださいね。トイレ、生活用水で、まあ、トイレももちろん使います。で、まあ、仮に下水が生きてれば生活用水であれば流せると。ですけども、それも実際の分かんないから、備蓄でトイレっていうんですかね、仮設のトイレ、確か本市では400個ぐらい備蓄していただいてたと思うんですけども、これに袋っていうんですか、そのトイレっていうのはこう枠があってビニール袋をかぶせてトイレするような、多分そんな一回一回こう簡易的なやつやったと思うんですけど、トイレ1個に対して確か袋が100枚しかないんです。ってことは100回したら終わりなんですよ。で考えてみると、ちょっと調べてみたら、だいたい1人平均1日5回から7回ぐらいトイレ行くわけです。で避難者想定、まあ、これが多分見直したら絶対増えます。絶対袋は足りません。トイレは絶対機能しないでしょうって多分認識はもちろんされてると思うんです。で僕が言いたいのは足りひんのは分かっとる、じゃあそれを行政としてきっちりと、揃えろ、そういうふうに思いはあるけれども、実際予算があることですから無理なのは分かってる、徐々にしていくしかないってなるんであれば、自助、共助、公助、ちょっとすみません、あれですけど、その観点からいくとね、きっちり足りてないものは足りてないで、自助って言うんであれば、きっちり啓発をしていくべきやと思うんです。こんだけ足りてませんよっていうのはきっちりと示していかないと、市民の方も分からへん、ないから足りひんから嫌じゃなくて、きっちりそれはお互いの役割と責任で、きっちりと示していくのも、これは公助としての責任もあると思います。っていうことで、何回かこう振りたかったんですけど、全部わーっと来てしもたんですけど、でそこで一個面白い事例があって、埼玉県では非常に面白い啓発内容があって、まずそもそもトイレの大切さって多分ほとんどの方は認識ないと思うんですよ。そんな普段あるもんだから、やっぱりそこは非常に重要なんだよって。ほんで実際トイレに困ったらどういう現象が起きてくるかって言ったら、エコノミークラス症候群って、水分を取らなくなってくる、もう悪循環がもう多分ご存知だと思うんですけど、なってくるんですよね。で、要するに何が言いたいかって、サバイバルトイレ、災害時のトイレ対策、トイレがなかったもこの人はトイレできるよとか、で仮に、一家一日何人トイレ行くから何日分で何枚袋用意しとかんといかんよねって、ここまで事細かに自助の観点で出されている自治体もやっぱりあるんです。やっぱりここまできっちり出していかないと、この実際災害起きた時っていうのは非常に苦労が想定されるんかなと思いますんで、自助というかにはきっちりと、これまたちょっと時間ないんで、また後日この後持っていかせていただくんですが、参考にしていただいて啓発内容っていうのを考えていただけたらなと思います。その点何か見解あればお聞かせください。はい、しよう。はい、小西議員の質問にお答えをします。確かに、防災計画もまだ不十分な状況でありますし、備蓄についても大勢なんで、私来てからでもだいぶ遅らせてきましたので、これから、まあ、その分の予算についてはしっかりとつけていくように、今、まあ、そのために危機管理官を置いてこの4月からスタートして、もう一度、私も直下型の地震というのは全く頭に入ってなかったんで、これを機に見直していきたいということと、で自助の部分については
私就任したときに自主防災会を各国 100% にせよということで、進めてきました。まあ、その中でやはり、自助という部分ではもっともっと自主防災会との連携をつかめ、深めていって、トイレについても、まあ、穴を掘ってもうてしばらく頑張ってもらうとか、まあ、そういうことも考えたり、どういう方法があるん、自主防災会との話し合いももっともっとこう深めていって、市でできない部分をどうカバーしてもらうのかっていうのだと思うんです。私たちも災害起こった時に役所に何人来るか、集まってくれるかわからない状況の中で、対策本部を立ち上げてやっていくしかないんで、主は自主防災会だと思いますので、まあ、その辺についても今後しっかり連携を作っていただいた限りにはそれが機能するようにしていきたいと思っておりますので、またいろいろご助言をいただけたらなと思っていますので、よろしくお願いします。19番小西君の一般質問は終わりました。この際10時45分まで休憩いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。日程に従い一般質問を行います。順番14、20番爪戸君、20番爪戸君。録画定例会最後の質問になります。普通の計算ではだいたい7回に1回、うちが最後になります。で、私はうちの会で一番ケツなんで、まあ、回ってきたら毎回、大取りになるんですけども、久々の大取りでございますので、頑張りたいなと思っております。で、また先ほどの19番議員をはじめ、若い議員さんが大変こう熱心に勉強されて、一般質問されております。我々としてはそれに負けないようにちょっと頑張らなあかんなという気持ちでいっぱいであります。本定例会におきましては、定例会一般質問におきましては、教育長、健康福祉部長、経済推進部長の出番が大変多かったかなと思います。それはやはり教育の問題、福祉の問題、経済、観光等の問題がやはり今一番大事なことであるんかなということを痛感いたしました。とりわけ将来の橋本氏のことを考えていきますと、教育分野でやっぱり子ども若者の、育成とか支援というのはこれはもう政治にとって最重要課題ではないかなとこのように考えておりますので、大変財政状況は厳しいでありますけれども、その辺にやはり重きを置いた政治をお願いしたいなとこのように思います。それでは通告に従いまして一般質問を行います。今回は1項目に絞りました。私有財産である土地の利活用、利用計画についてであります。これは昨年の12月と今年の3月定例会でもしようと思っておったんですけれども、諸般の事情がありまして、今回になりました。財政状況が大変厳しい中で、本市の財産である所有土地の利活用は重要な問題であります。本市の財産ということは市民の財産であります。例えば小井野地区の土地利用計画は議会において何度も説明が出されました。早いところでは、平成23年6月27日に、小井野地域の調査がありまして、調査の研究委員会からの報告がありました。で、1月とかその年の24年の1月、まあ、23年の12月にも全員協議会がありまして説明を受けております。あと平成26年の6月には市議会経済建設委員会において、報告がありました。まあ、これは最終報告かなと思うんですけれども、その後平成26年の9月において、
市長が平木市長になってからということで、平木市長は計画の中止、一時凍結ということで、議会において発表されました。しかしながら、最後の説明があったんですけれども、それ以降、どのように進展しているかということについては、明確にされておりませんし、進展していないようにも思われます。小湯野の土地だけではなしに、他にも遊休地が多くあります。土地開発公社の解散に伴い、13億4000万円という、借り換え債を発行した土地も一つであります。また最近では、養蜂一元化や中学校の配合統合によります土地、建物等もあります。これらの売却および活用について、できるだけ早い時期に計画を立てて進める必要があります。そこで、以下の3点についてお尋ねしていきたいなと思っております。まず1つ目、第3である私有地は、どの程度ありますか、詳しくお教えください。特に、面積の大きいもので、活用ができそうなところについては、きちっとお答えをいただきたいなと思います。2つ目、その土地の利活用について、どのように考えておられるのかという点。3つ目、小湯野地区の土地利用計画は現在どのようになっていますか。小湯野地区の土地につきましては、平成21年6月に、南海電鉄の方から市が購入をいたしております。確か1億5000万だったと思うんですけれども、これは病院の底地も含めましてということで、購入をされております。これを議会でもいろいろ何回も報告があったわけでありますけれども、今後どのように考えているのかということについてお尋ねしたいと思います。以上、男女よりの質問といたします。20番、辻元君の質問、私有財産である土地の利活用に対する答弁を求めます。総務長。私有財産である土地の利活用利用計画についてお答えします。1点目の財産である私有地についてですが、普通財産として関財課が管理している土地の主なものは、平成28年3月末時点で山林とすぐに処分が困難な土地が15箇所、25万5637平米、県や地元区等へ貸与している土地が26箇所、面積5万9317平米、さらし等になっている土地が10箇所、1万2134平米です。普通財産全体で63箇所、面積は34万6272平米となっています。2点目のこれらの土地の利活用についてですが、私有財産は市民の貴重な財産であり、市民サービスの向上や行政目的の実現など、市の貴重な経営資源として活用する必要がありますが、厳しい財政状況の中、財政健全化の視点から、普通財産となっている土地や、養蜂一元化に伴い、廃園となった保育園等の土地は、売却を基本方針としています。しかしながら、住民の交流の場や防災倉庫の設置場所として土地を貸与していることにより売却が困難なものや境界確定や離道水路の付け替えなど地元協議が必要なものが多く、測量等の費用も多額となるなど、売却できる状態になるまで時間がかかる要因となっています。教育部長。中学校の統廃合による土地、建物等の利活用についてお答えします。平成28年4月から西部中学校、
橋本中学校、神室中学校の中学校が統合となり、元橋本中学校の敷地と校舎を利用して、新たに橋本中央中学校が開校しています。これにより、元西部中学校及び元神室中学校は並行となり、今後、地元の関係者の皆さんと跡地利用の協議を進めていくこととなります。中学校の統合準備会の場におきましても、以前から統合後の跡地利用について、跡地利用として学校施設に代わる公共施設を整備してほしいとの強い地元要望があり、市として前向きに検討してきた経過があります。しかし残念ながら、市の財政状況の悪化により、今後、まずは市の財政再建を最優先に取り組んでいかなければならない状況も一方であります。統合準備会の皆さんや地元の関係者の皆さんに市の財政状況の説明をしっかりさせていただく中で、財政負担をできるだけ抑えながら、跡地を有効活用していく方法について協議を重ねてまいります。建設部長。小井野地区土地利用計画の現在の状況についてお答えします。小井野地内私有地の土地利用計画につきましては、平成26年6月当時、本市が似顔池周辺の約10ヘクタールを5年間無償で事業者に貸与し、その間に事業者が集客・利用促進を図るイベント等の事業を積極的に行い、施設環境を整えていく計画でした。しかしその後、当該事業者から従前より関わっていた他府県での事業が一気に加速し、本市の事業を進行させる社員並びに配置すべき現地スタッフの確保が困難になったとの理由により、似顔池周辺の小井野用地については先行投資を控え、現況の自然のままでのイベント利用に関わり、無理をせず進めていきたいとの考えが示されました。こうした状況を受け、市としても設備投資していくのは難しく、しばらくは現状を維持していきたいとの考えを、同年9月議会定例会経済建設委員会にてご報告させていただき、現在に至っています。なお現在、当該用地への進出に興味を示している企業があり、誘致活動に取り組んでいるところです。20番、津本君、最初もありますか。20番、津本君。それでは1番からいきたいと思います。大雑把な答弁をいただいたんですけれども、どういう土地があるのかということを具体的にできれば教えられたいなと思うんです。大雑把にこれだけありますよというだけで、これだけ貸してます、これ、売れの売却不可能な土地もこれだけありますとか、中答弁をいただいたんですけれども、実際そしたらどこにどれだけの大きい土地があるんかということを私は基本的には知りたいということなんです。それと合わせて言いますが、壇上でも申し上げたとおり、開発公社の開催に伴う土地の問題、13億4千万で、仮開催を発行しておるわけですけれども、これの償還がやはり本市の財政を圧迫しておる、一つの一因でもあろうかなと思うんです。で以前に土地改革公社の、解散の時に、いろいろ議会へも報告がありました。でそんな中で、その時の引き継いだ土地なんですが、実際、13億4千万で仮解散発行してますけれども、債務保証を出しとるんですけれども、債権放棄の部分が6億7千万あって、大仏弁償済みが6億6千600、700万ぐらいということなんで、その時に、11の土地のを報告があったわけであります。でこの
第三セクターで やりましたこの土地、現状どうなっておるのか、詳しくお答えください。総務長。まず土地開発公社から大仏弁済された土地についてお答えします。まず河野の穴伏谷用地につきましては、現況は谷でございまして、隣接の橋本市有地、広野山と一帯利用しかできないということで、これは売却は難しい状況でございます。それから2点目の南馬場造成用地、これにつきましては通路用地として保有しておりまして、隣接者に売却できるか交渉中でございます。3番目の原田長平用地、これは平成26年度に売却済みでございます。4番目の河野の企業誘致用地です。これは地元との調整中につき、今のところ売却できるかどうかは分かっておりません。その次に神戸大外用地、これは地元区に駐車場として賃貸しておりまして、地元区への売却に向けて交渉中となっております。次、6番目神室北島用地です。これにつきましては雇用促進住宅の駐車場として活用しておりまして、一部を売却に向け、交渉中でございます。7番目に彦谷用地、これにつきましては最終処分場用地として、保有しております。次に8番目、加瀬原造成用地、これは平成25年度に3区画を売却済みです。残り1区画はただいま商談中でございまして、あと残りの分は未造成となっております。次に9番目の下兵庫山の谷用地です。これは企業誘致用地として保有しておりまして、誘致に向けて企業と交渉中となっております。10番目の公営住宅建設用地、これにつきましては平成26年度に大御子ども園用地として活用済みでございます。最後11番目、妻神戸企業誘致用地です。これにつきましては平成26年度に一部を企業に売却、給食センター用地として約6000平米を活用予定でございまして、残りの土地については売却に向け企業と交渉中でございます。それから説明、答弁の中で、大まかな説明をさせていただいたわけなんですけれども、基本的に普通財産に、関西課の方で普通財産に移管された土地っていうのがありまして、移管されていない土地につきましてはちょっと把握しかねておる状況でございます。そこでですね、子ども園化された土地の子ども園化された時の廃園の保育園の関係について少し説明をさせていただきます。まず隅田保育園跡地につきましては今年度に売却予定です。それから大野保育園用地につきましては地元区と協議中でございます。向島保育園跡地は半分は今年度売却予定で、残り半分は地元区に貸し付けています。篠田保育園跡地の半分は売却し、残りは地元区に貸し付けています。小屋内保育園跡地の半分は売却し、残り半分は地元区に貸し付けております。それから橋本東保育園跡地につきましては、構図訂正、水路の付け替え、境界立ち合い、構図における離島水路等の付け替えが必要となり、かなり費用が高くなりますので、地元区との協議まで至っておりません。またその他の跡地につきましては、地域高齢者の生きがいでもあるグラウンドゴルフ場やゲートボール場等、地域住民の健康と交流の場として、君小学校跡地、大郷中学校跡地、君焼却場跡地に活用していただいている状況です。
これらの土地につきまして、地域住民の方々の当該用地の強い思い入れ等がありまして、売却については地域住民の皆様方に理解をいただくことが必要であると考えております。20番千本君。はい、基本的にはね、その開発公社の部分なんですけども、これはやはり、当初の方針では行政財産としての利用を目的とした事業計画が存続している場合は関係各課において管理を行っていくと。で、事業化の目処が立たないものについては本市が積極的に進めている企業誘致用地等として売却することや、その他の有償対応を積極的に推進していくということなんですが、今、まあ、この野の荒節谷、この辺については、広根山との関連があって、大変難しいということで、これは議会の決算委員会でもしょっちゅう出ておるんで、これはもういいと思うんですけども、他のところはもっと速やかに売却をしていかないとダメだと思うんです。ね、企業誘致にできてるところはもうちゃんとやってるんやけど、それ以外のところは売却交渉中とかね、売却予定とか今答弁いただいたんやけど、もっとやっぱり速やかにね、売却していかんとあかんでしょ。本来は活用したらいいんですよ。ね、何でもかんでも言うたら安く売ってやで、市民の財産、まあ市の財産じゃ市民の財産を、まあ、いや安く売るうちは叩き売りしてね、するよりも、市民のために利活用していくっていうのは僕は原則だと思うんやけど、やはり大成長の問題もあったら、やはり売却せなあかんというんであれば、やっぱり速やかに売却をしていかんとダメだと思うんで、今後その辺については、特に第三セクターの部分の売却可能な用地については、速やかに売却をしていっていただきたいなと思います。これも要望にしておきます。それと、あと、先ほど答弁いただいた、中学の統合の関係につきましては、現在、まあ、いろいろこう地元とのいろんな話し合いということなんで、このことについても、やはり速やかに、できれば、やはり市民のために、市民が使えるようなところにやっぱりやっていっていただいた方がいいかなと思うんですけれども、そのについてはまあ問題はないと思うんですけれども、それと、用法一元化の関係なんですけれども、特に橋本こども園の部分につきましては、橋本こども園、まあ、建設になって大変いろんな問題があって、かなり高くついたということなんで、橋本こども園の関係の橋本保育園、橋本東保育園、この辺については、速やかにね、どうしていくんだということを話をしてもらうと、ダメだと思うんです。で、それと、その先ほど答弁あったんですけども、橋本東保育園は、私も言ってきましたが、下に水路が入っておるし、教会名義もきちっとされてない、これは大変し、当時のね、もう古い話なんで、あれなんですけども、今の担当者に何の責任はないといえどもね、これは大変市としての落ち度なんですよね。そうでしょ。あそこはきちっとできてないんですよ。水路がある、利道がある。で、都市計画道路ができてるけども、きちっと協会明示はされてない。これ売却となったら大きな問題でしょ。売却するにあたって、いろんな手続きをしようと思えば、それなりの金もかかる。ということになってきたら大きな問題なんでね、この辺はやっぱりもっとやっぱり行政としてやっぱきちっとしていかんと、まあ昔のことなんでね、今更ごちゃごちゃ言うともいけませんけども、今後やはりそういうことないように、行政の第三の部分についてはきちっと協会明示もしてきちっと登記できるようにしとかんと、後々使い物にならん土地になりますよ。土地はあっても売却できへんとかね、そこに何か建物を建てられないとかね、そういう大きな問題が発生してくるんで、東保育園の跡地はそれ現在それない。そうでしょ。私も地元区でおりますのでね、地元区だったらどないかして無理も聞くやろうけども、これ一般的に売却なんて絶対できへん。はい、それはもう含めて、きちっと対応してください。市長も先ほど本議会でもいつも答弁してくれてるんやけども、スムーズにね、何でもやるときはもう早く
やっていかんとダメだと思いますのでよろしくお願いしておきます。そしたら3枚目の小犬のところに入り少し入りたいと思います。小犬の部分につきましては一応現在まあ答弁やったんですけども進出したいという企業があってどうのこうのということなんですが、この辺ねこの問題があまりにもね情報が流れすぎ、昨日5番議員質問しちゃったでしょ、なんでこういう情報が流れるんですか、こういうのの問題、それからおかしいなってくるんです、情報が早く流れすぎるから。そうでしょ、地元僕もこれ12月と3月一般質問しようと思ったけどね、その辺もあったんでしなかった。そしたら他から流れていっとる、情報が漏れとる、こういうことがあったらいかんのよ。もう地元にも流れてるはずやで、情報が。だからやっぱりこういう話っていうのはやっぱりきちっとしていかんと、情報がやっぱり出ないようにやっぱりしとかんと、市の大事な情報なんでね、その辺はきちっとしておかない。それと、まあ市長がもうあそこは凍結やということなんで、調査報告書があります。以前ね、やっていただいて、これもね、小色の、まあ、平成26年6月に最初の報告があったんですけども、それまでにね、市長も金も使うとるんです、結構ね。そうでしょ。で、市長が変わられてね、市長はもうああいうとこ、あそこにもう投資するのはもう、現時点ではダメやと、できないということなんで、凍結はいいんです。それと、それまでそうしたらなんでね、あれだけの費用を突っ込んできて、よう進められるんだ、人もおって、人が一人それに関わっとったわけでしょ、ずっと。で、お金も作って、計画書もきちんと作っていって、ね、何年かかって計画を立ててね、そうでしょ、21年かな、あれ、購入したのが。で、23年から調査も入って、どん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 やってきて、計画もできてね、人も金も使いながらできなかったという、これは大いに反省してもらうとね、そうでしょ。平木市長がなるまでにやってしまわなかね、ほんまに計画があったんやったらやりきらなかった。それがポシャってしもたんです。議会の経済建設委員会に何回も報告したんですよ。やり返やり返して。なおかつそれを要請だってことはね。やっぱり人も金も使う。こういう時代に大勢なんと言いながら、人も金も無駄遣いしとるわけ。そうでしょ。じゃあその辺も十分反省してもらわなあかんと思うんです。で基本的にはその当時 の, 基本的な考え方があります。で平木市長が凍結すると言われているんで、それは私も正解だと思うんですが、その時の、まあ、いろんな報告がありまして、そこには素晴らしいことを書いていただいてます。あそこはやっぱり、自然を 大事にした、自然の里山も大事にしながら、いろんな動物植物があるので、大事にしながらやはり活用していったらどうやと。でそのことが強いては橋本市の観光につながっていくんやと、変なものを作らんでもね、そういうことが橋本市の強いては橋本市にああいういいところがあるということで、橋本市の観光にもつながっていく、ものを作ることだけが あれではないんで、そういうコンセプトに合った業者といいますか、それを待つというね、自然を大切にして良い状態に保っていくことが、将来都会に近い、まあ、大阪県に近いこの里山が自然遺産になったり、公園の価値がさらに高まってくるという、これが観光法の付加価値になってくるということなんで、そういうことを頭に入れながら、今後、まあ、市長の方針通り積極的に動かないで、やはりそういうコンセプトに合った民間企業がやっぱり進出してくれるということであれば、一番ありがたい、市にとってありがたいことだと思うんです。でその辺で、まあ、あまりいろんな業者や、まあ、一つ進出する企業があるということなんですけども、その辺の情報はね、やっぱり漏れないようにしていかないと、ダメだと思うんです。で、その辺は十分、担当部課長、きちっと反省をしてもらうと困ると思います。で今後、まあ、市長の方針に従ってやっていっていただくんですけども、そのことについて、もう時間もできるだけ早く終わりたいんで、理事の方から。
せっかく理事おられますんで、本独断定例会の一般質問の使命ということで、素晴らしい答弁をいただけたら、市長再登壇いただかんでようにしてください。理事、ご指名いただきましてありがとうございます。今回出場する機会がないのかなと、ちょっと諦めておりましたんですけども、ご指名をいただき本当にありがとうございます。辻元議員の質問にお答えいたします。情報が流れすぎということでですね、確かに企業さんとの話とかそういうのを進めていく上で、そういうのは非常に具合が悪い点も出てくるかというふうには思います。で、市としましては今のところ前回の計画ではちょっと難しいというようなこともあって、で、今そういうお話がある。でそのお話結構市の今後の発展にもつながっていくかというようなことでかなり期待はしておるところでございます。で、今後ですね、いろいろ問題は確かにあの土地にも、ございましてですね、いろいろホワーニングがかかっておったりとか、中に道路とかため池とか、公共的なものもいろいろございますので、その辺の処置を早いことつけましてですね、できるだけ早い時期に企業さんに売却するなり、それなりのことをやっていきたいというふうに考えてございます。で、非常に自然的にもですね、先ほどからも言われましたように、いいところでございます。だから全体的にですね、大概その山山地とかそういうところにつきましてはですね、高圧線があったりとかいろいろ邪魔になるものがいっぱいあるんですけども、結構そういうものもないようないい土地でございます。そういうことも踏まえまして、今後できるだけ早い時期に、市としても、活用していけるように、していきたいというふうに考えます。以上です。20番辻元君の一般質問は終わりました。これにて一般質問を終結いたします。以上で本日の日程は終わりました。本日はこれにて参加いたします。ご苦労様でした。